おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの7の逆位置が出ました。危険を察し万全に備える。誰かの悪意を察知し、警戒心が高まっています。万全な備えが進むことでしょう。他人を助ける場合もあります。問題が解決へと向かう兆しです。あなた様が見落としていたことを誰かからサポートしてもらえたり、予期していなかったハプニングによって、有利な状態へと導かれるでしょう。ミスや失態は、早朝に対応すればかえって信頼が深まるはずです。何らかのトラブルが起こっても、深く考えすぎてタイミングを逃さないように、スピーディーに対応した方がいいでしょう。また、問題解決の糸口は身近なところにある暗示です。ソードの7の逆位置に意味は健全さを取り戻す、計画の誤りを正す、助けの手が差し伸べられる、信頼の回復、客観的な判断力、思いがけない利益を得る。2枚目めくっていきます。ペンタクルの王子の逆位置が出ました。時間ばかりを費やしている。無駄に時間ばかりを浪費している状態を表します。もう少しペースアップするか、やり方を改善する必要がありそうです。おごりや散漫さによって、チャンスを逃す可能性を暗示しています。慢心のために不測の事態に対応できず、困難な状況に陥るかもしれません。プライドが邪魔をして本心を伝えられなかったために、大切な人を失ってしまうことも、弱点やコンプレックスを隠そうとするより、オープンにした方が、好展開を望めるはずです。また経済的な損失を示唆していることもあります。この時期は、ハイリスクな投資は避けた方が無難です。ペンタクルの王子の逆位置の意味は人目を気にする、見栄を張る、不経済、プライドが邪魔をしてチャンスをつかみ損なう、骨折り損、心理的経済的な不安、計画倒れ。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。